の東京コンパス一層ちょっとおびしょ、はい、今日は新高円寺駅に来ました。あ、新高円寺いいですね。いいですね。実は僕昔住んでたんですよ。あら、そう、俺も覚えてる。はい、はい、5、6年前ですかね。うん、いやもう懐かしさが込み上げてきますよ。まあでもまあ高円寺とね、まあ隣というかね、うん、近くにあるから、まあ、高円寺に似たような、はい、そうやな、雰囲気よな、うん、じゃあそれでは行きますか。はい、それではレッツゴー。本日は杉並区新高円寺駅へやってきました。高円寺駅からも近く大きな商店街があるのですが、なんとこの町、翔太が昔住んでいた思い出の町なんです。お肉屋さんの美味しいお惣菜を食べて思い出のエリアをぶらーり。バッティングセンターで運動をして、最後は人気のラーメン店でご飯。それでは行ってみましょう。ここは高円寺ルック商店街。はい、まっすぐ行くともう高円寺のあのパル商店街とか、はい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 、まで続いてんだよね。前高円寺来た時はまあこの商店街の半分ぐらいまで来たか。うん、なんか前さ、はい、アイスクリームのコーンに入ったコーヒー屋さん。ああ、はいはい、映えるやつね。 あれ確かここら辺だったんだよ、ね、そうです、あの写真撮ってもらったやつ一緒に。そうで、あの後オーパブ行ったんですよう覚えてるな記憶力だけはいいんすよ急にオッパブ出てきたびっくりしたそう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 。いやもう安い古着屋さんとかもあるよ、ほら。あーいいっすね。これだってこんながもう200円だって。めっちゃいいやん、それ見た、これほらジャケット。どういいやん。やっぱちょっとな、いい店行くときはこういうジャケットが必要やねん、うん、俺持ってないねんな、こういう。多分それでいいお店は行けないかもしれないですけど、ね、あ、でもほら意外と意外と、うん、面白くもなく、うん、突っ込みづらいというか、う、本当に普通。ああ、カットかなーってちょっと候補第一。うちのお肉屋さんみたいな、やっぱね、こういうところのね、揚げ物って一番うまいのよ。そうなんですよね、食べましょうか。食べるか。はい、食べましょう。駅から徒歩約3分、亀屋精肉店さん。たくさんのお惣菜が並んでいて、どれも美味しそうです。翔太はチキンカツ、一尊はハムカツ、阿部ちゃんはヒレカツです。いただきます。いただきます。いただきます。はい、うまい。うん、切れ肉なんてさ、あんま食えないからさ、うん、うまいわ、やっぱ。食べ歩き用にこういうちっちゃい袋もありますもんね、お店に絶対に、うん、そうだね、うん。駅前から少し歩いてきましたけども、はい、はい、ちょっとどこに向かってるかと言いますと、はい、ちょっと私がちょっと住んでたアパートらへんのところらへんに向かってます。すいません、ちょっと懐かしのじゃん。何年前だっけ。6、5年前とかですかね。じゃあもうそれは懐かしいわ。はい、いやもう、もう懐かしいですね、やばいっす。じゃあもうここら辺は懐かしいんだ。そうです、もう東京の俺を育ててくれた街と言いますか東京に初めて上京した時に住んでたところ。2回目なんですけど、うん、その前のところが1年しか住んでなかったので、あ、だからこっちの方が俺的に思い入れがあるというか。そうなんだ。はい、そこのお肉屋さんで俺お弁当買ってたんです、絶対。なるほどね。まだそのお弁当があればもう多分ションベン漏らしますね感動で。感動で。よう覚えてんな。いやもう鮮明に、うわ、ここにコインランドリーできたんだこっちの方が近かった近かったですね、俺あっちのやつ行ってたからこのお弁当屋さん。そう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 、うまそう。そうなんすよ、もうね、いろんなね、毎日、ね、変わるんですよね、種類が。へー、うわー、懐かしい。よく食ってた。めっちゃ食ってました、毎日食ってましたよ、まあ、確かに美味しそうだね。そうなんですよ、おむつ履いてくればよかった正面漏らしてる漏らして
やばい。で、あのお弁当屋さんが、お弁当買うと、豚汁もついてくるんですよ。で、その豚汁に肉がいっぱい入ってたら嬉しいなとかさ、そういうのあったんですよね、マジで。なんか食いたくなったけど。確かにね。マジで美味しいんですよ、あそこのお弁当。あの頃の自信と希望しかなかった俺がもう蘇ってくる。あとここのサミット。あ、サミットね。覚えてる。覚えてる、ここ。そう、ここ左。ここのサミットでね、お弁当買ったりとか、飲む友達飲むときはここで買ったりとかして。あ、そうやな。あ、だから覚えてんねや。そうそうそう。ここはもう行きつけのサミットだったの。もう毎日行ってましたよ。へー。100円ショップもあるの、ここのサミット。そうなんだ。はい。なるほどね。もう、ちょうちゃん家はここら辺のすぐ近く。そうですね、この辺ですね。そうなんだ。はい。でも、新高円寺に住みたいっていう理由とかはもう特になく、前の住んでたとこが東高円寺だったんですよ。あー、東高円寺から、なんで引っ越したの？バイト先の借家だったんですよ。で、1年契約で1年で契約切れちゃってっていう感じでした。なるほどね。はい。うわー、まさきさん元気かな。俺に全てを教えてくれたまさきさん。この隣に住んでた人と、はい、電気がとか水が止まって、あ、そう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 、お風呂だけ入りに行った。そうそうそう、ガス止まってたんで、あの頃お金なくて、だからお風呂だけ入りに行ってました。すごいよな、それ。なんかそういうのも楽しかったなって今だと思いますね。はい、じゃあもうね、ちょっとさすがにアパート移すわけにはいかないので、そう、もう十分楽しんだと言いますか、ちょっと頑張れそうです。まあまあ思い出巡りというかね。はい、ありがとうございました。こんなところにね、スポーツセンターみたいなのがあるよ。おう、セノンスポーツゼロっていうところで、はい、バッティングセンターとか、ゴルフのシミュレーションとか、なんかスポーツのフィールド、はいはいはい、そこで野球とかサッカーできたりできるみたいなところがあります。新興エンジンあったんですよ、そんなのね。そうやな、こんなとこあってんの、ね、久しぶりなんかやりたくない？やりたい。そうですね、バッティングセンターとかね。荻窪だっけ、前やった時。荻窪ですね。結構久しぶりよな。そうですね、じゃあバッティングしましょうか。行きましょう。はい、行きましょう。いや、ヒットだと、ヒット。ヒットしたい。バッティングセンターで空振りって一番もったいないよ。そうっすね。ね、もったそうやか。ラスト。ラスト。はい。あ、でも。なんか、なんと。打ちやすいね。打ちやすい。打ちやすい。さあ、2番バッター、安倍氏。おしゃ。いやー、あのね、野球経験ないから、とにかくボールを見て、前に飛ばすということを信じて、いいね。そこだけを目標に頑張ります。よっしゃ、行こう。さあ、来い。ヒット打とうよ。ボール見て。ヒット打たれんかったから、やっぱ。一球打ってましたよ。打ってんな。うん、上の方にしたいねんな。うん、スッとバーンみたいな。気持ちいいっすよね。そう。当たんないぞ。ボール見て、ボール見て。やばい、ここ当たんない。あれ？やっぱリーダー練習してたんだ。やばい、このままじゃ安倍氏の尺が5秒になっちゃう。ホームランしか出ない。ホームランしか出ない。マジで金の問題だ。クリアめちゃくちゃいいの。いやちょっと、やっぱ素人には無理だわ。さあ、唯一の野球経験者。もう10年前ですけど。ポジションどこだっけ？ポジションは太鼓です。野球にそんなポジションないから。野球にそんなポジションないみたいな聞いたことない。わあ、これやってるわ。やばい。ベースをコンプやってる。すごい打ちそうだもん。
おお、音がやっぱ全然違う。おお、今のヒットじゃん。おお、これは完全にヒット。今のクロスじゃん。おお、ヒット。今センター前だね。おお、今のは一番いい。なんかホームラン級のやつみたいな。ね、あ、薬だ。薬だよ。おい。やっぱ違うわ。やっぱ違うわ。もう当たった時の音が全然違う。バッティング終わりまして、はい、もうお腹すきましたということで、はい、ご飯でございます。はい。本日来たところこちらでございます。ハローケン。ハローケン。アメトークにも出てたんよ、ここ。あ、そうなんですか。アメトークの高円寺芸人でも出てて、有名なラーメン屋さん。ラーメン屋だけど、カレーも美味しいみたいな。あ、いいっすね、カレーか。そう、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう、はい、駅から徒歩約3分、タロウケンさん。様々なメディアで紹介されている人気店です。翔太はカレー半ラーメンセット、阿部ちゃんはネギラーメン、磯は半カレーラーメンセット。これすごくないか、これ。めっちゃうまそうね。いただきます。いただきます。うまっ。昔ながらのうまっ。なんかあっさりだけど味しっかりしてる。うん、なんかタクシーの運転手さんとかにめっちゃ人気らしい。コロナ禍の前は24時間営業だったんですよ。そうだね。タクシーもめちゃくちゃうまい。夜中カレーもめっちゃうまいですよ。おいしい。あの給食のカレーもおいしいです。カレー粉優しい。優しい。入れ物も相まって確かにね、はい、うまいな。うまっ。マジでお腹いっぱいで満足セットですね。満足セットすげえ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった ね。ただもうお腹めちゃくちゃはち切れそう。そうですね。900円であんなお腹いっぱいになれんのっていうね。すごいね。はい、ってことで今回は新高円寺駅でした。新高円寺、はい、まあ高円寺も負けないぐらいいい街なんじゃない、うんうん、いい街でしたですね。懐かしかったですね。翔ちゃんは良かったよな、はい、前住んでた。はい、いずれね、2人の住んでたところも行きましょうね。ぜひぜひ、はい、ね、ってことで今日もありがとうございました。ありがとうございました。それでチャンネル登録よろしくお願いします。Bye.